ハングルタイプライターは、ハングルで書かれた文章を印字するためのタイプライターで、ある。国立ハングル博物館の、ハングルタイプライター展示朝戦戦争急戦協定、の挑戦、韓国語成分。コーヒーの英語式ハングルタイプライターで作成されている。タイプライターでハングルを印字する装置は、1914年に、在米韓国人の李元翼が、英文タイプライターに、 ハングル活字を取り付けたものが最初とされている。その後1929年頃に、在米中の総本柱が、アンダーアウッド社の携帯タイプライターを改造し、4ボル式、縦書き用のタイプライターを作った。総本柱の4ボル式タイプライターは、取扱説明書と共に現存しており、韓国に現存する最古のハングルタイプライターとして、 国家登録文化財第771号に登録されている。アメリカ在住者が英文タイプライターを改造した初期のハングルタイプライターは朝鮮で一般的に普及するものではなかった。ハングルを印字するための専用のタイプライターが考案されるのは第二次世界大戦以後である。1949年朝鮮発明奨励会は 横書きのハングルタイプライターの発明案を公募した。一等受賞者はいなかったが、二等を受賞したうちの一人が、コーヒーノエウ、三等を受賞したうちの一人が、金東トークンであった。コーヒーノエウは、眼科医師であったが、手書き原稿を確認することの煩わしさから、タイプライターの発明に向かった人物であり、打鍵速度に優れた、コーヒーノエウ式を開発した。コーヒーノエウは特許を取り、 試作品を世に出した。大韓民国でのハングルタイプライターの普及には、ハングル専用政策が取られて、公文書をハングルのみで作成する方針も寄与しているとされ、1961年にはすべての公文書をタイプライターで作成するよう制度化された。最も,も1949年の段階では、専用政策は実施前であり、漢字が扱えない。 ハングルタイプライターの普及は進まなかった。コーヒーの絵をタイプライターで印字されたハングルの自体は区形に収まらずデコボコした形になることも普及が速やかに進まない背景にはあった。状況が変化する契機は朝鮮戦争中の1952年に海軍が行政事務効率化のために導入したことであるとされる。海軍参謀総長の孫玄一は タイプライターの試作品に興味を持っており、公費ーーの英式タイプライターを米国で生産して海軍で運用した。以後、観光庁でのタイプライター導入が進んだが、国防部や外交部など情報処理スピードを重視する省庁では公費ーーの英式が用いられ、文教部や援護庁ではハングルの自体の整った金等訓式が好まれた。観光庁では公費ーーの英式、 金トークン式の両製品が圧倒的シェアを誇っていたが、このほかチャン・ボンソン、ペックソン・チュク、チミ・ユングオンなどによって様々な鍵盤配列のタイプライターが生産され、1960年代には16種類に達したという。規格が統一されていないことからは混乱も生じたため、1957年には文教部内にハングルタイプライター文字番号理的配列協議会が 設置されて調整が図られ、プロスギを元に下にボル式の企画も提案されたが、成功しなかった。1969年に国務総理訓令によって標準金ーボードが交付された。既存タイプライターメーカーは反発し、企画統一はならなかったものの、観光庁では一定のシェアを占めた。商業高等学校でタイプライター教育が行われ、企業が採用に、 タイプライター技能を考慮に入れるようにしたことから、タイプライターは一般に普及した。1970年には、文教部がタイピスト能力検定試験規則を作成し、ご等級の技能検定を行った。ハングルタイプライターは、コンピューターが普及していく1980年代まで、ハングルの機械化を先導した。1983年、国務総理訓令によって、 従来のタイプライターの標準キーボードが破棄され、テレタイプ用のニボル式キーボードと同様のニボル式キーボードが標準キーボードとされて、タイプライターテレタイプコンピューターのキーボードの統一が図られた。ハングルはジボと呼ばれる構成要素の組み合わせによって表現される文字である。ハングルタイプライターのキーはジボに対応している。ハングルのジボには、 五音字母と四因字母の二種類があり、一つの音節の初声、中声、修正に従って組み合わされる。初声と中声は左右に組み合わされることもあれば、上下に組み合わされることもあり、また修正はつくこともつかないこともある。印刷活字のようにハングルを矩形に収めることを基本とするならば、タイプライターは組み合わせによって異なってくる字母の配置やデザインに対応する必要があり、 相応に複雑化する。このようなハングルを組み立てる入力装置をどのように実現するかについて以下のようないくつかの方式があった。なお、ボルは組みや揃いを意味する朝鮮語固有語である。4ボル式や5ボル式は組み合わせたハングルが矩形に収まるように設計されており、また自体が別個にデザインされているため他の方式に比べて視覚的に美しいとされた。 サンボル式で印字されたハングルは区形に収まらず、デコボコした形状になるが、可読性はかえって優れているという見解もあり、ハングルのフォントデザインとして根を下ろした。コンピューターやワープロ専用機は、機械式のタイプライターで問題となっていた点を、プログラムによって解決した。ありがとうございます。